はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はメジャスピでイベガチャ更新があったということで、本日の更新情報をまとめイベント攻略をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずは本日の更新情報から見ていきます。一つ目が戦士経験値 1.5 倍の開催、かなりの高頻度で来ています。今回はシーズン、プライズ、マッチどちらにも対応しているイベントではありますが、基本はシーズン推奨です。続いて2つ目がピックアップスカウトの登場、ポジションはサードが追加されています。ついに初のポジション追加がやってきました。一覧から能力をチェックするようにしてください。続いて3つ目が大谷選手関連の更新、今回は投手大谷選手確定のガチャが登場し、ログインボーナスでグレード3の大谷選手も配布されています。ありがたく受け取っていきましょう。続いて4つ目、リリース記念関連のガチャ、リリース記念スペシャルではステップ3でグレード4の選手1人確定となっており、自チームの選手確定なため純正向けのガチャになります。そしてリリース記念無料10連ではグレード4の選手が1人確定ということで、かなりの大盤振る舞いです。早速自分もね10連引いていきたいと思います。お願いいたします。でまあ今ね結構自分ポジションが偏ってるので、まあどっちかっていうとねピッチャーが欲しいかなっていった状況です。さあ、あそうか10連か、1人じゃないですね。なのでまあ10枚目がグレード4確定になります。さあまあできればねピッチャー来てほしいですが、まあ、バッターでもポジションが被らなければ OK です。お、グレード3ありがたい。まだねグレード3全然来てくれるだけありがたいです。さあということで、お、なんかいい演出じゃない。お、グレード3ピッチャーいいっすね。まあ、まだね自分選手とかあんま詳しくないですか。あ、でもヌートバーは知ってますよ、もちろん WBC ね出てた選手です。さあ10人目がグレード4の選手です。お願いします。セカンド以外ですね欲しいの。お願いします。誰が来る。お、ピッチャーですね、オルティーズ選手。すいません、まだ自分ね分かって把握してないんですけど有名かな。ということで、まあ無事にピッチャー来てくれたんで、お、OVR 結構高いんじゃないかな。まあこんな感じになりました。皆さん当たった選手ね、良ければコメント欄で教えてください。本日の更新情報は以上となります。続いては新イベント、ラッフルチャレンジの解説に入ります。まずこのイベントがどんなイベントかというと、シーズンプライズマッチで試合を行い、ラッフルメダルを獲得します。獲得したラッフルメダルを使用してくじ引きに挑戦するイベントです。イメージとしては累計後のオーバーランはできないプロスピフェスタだと思ってください。ということでポイント解説に移ります。ポイント1つ目、今回の主な挑戦報酬に関してです。まとめると70ダイヤグレード4契約書、グレード3のチーム選択契約書、グレード3の契約書、グレード4特訓コーチプレミアム契約書2枚となっています。またこれに加えてミニゲームの結果に応じてご覧の報酬がもらえる形です。かなり豪華な報酬になっていますので、しっかりと回収するようにしていきましょう。続いてポイント2つ目、試合は必ず自走作を行いましょう。ラッフルメダルは試合をすることで3枚活躍ゲージに応じて3枚獲得可能になります。自走作をするかどうかで進みが2倍変わってきますので、活躍ゲージは意識をしていきましょう。続いてポイント3つ目、ラッフルチャレンジの挑戦可能回数に関してです。こちらはね挑戦報酬に合わせて120回までね可能となっており、それ以降はねくじ引き自体ができない仕様になっていますので、ダイヤを使用して走るのはやめてください。自然回復でのんびり進め、ダイヤを貯めていきましょう。そしてね、実際にラッフルチャレンジ、まあ、1試合だけこなしてきたので1回やってみたいと思います。まあ、ラッフルチャレンジがくじ引きのことですね。お願いします。さあ4番ということで4等ですかね。まあ、こんな感じで毎回もらえる形になります。まあ、非常にねシンプルなイベントです。ラッフルチャレンジの攻略は以上になります。そしてね、まあ、自分バッターの大谷選手のガチャスルーしたんですけど、ピッチャーの大谷選手ね30連こちらね引いていきたいなと思います。お願いいたします。まあ、本来はね正月とかにまあ来るんじゃないかなと思っているね、まあ、グレード4たくさん出るガチャ、まあ、そちらに備えていこうとは思ったんですが、まあねここ引いても全然間に合うし、まあ、プロスピみたいにガチガチにやるっていうよりは、まあ、メジャースピはねちょっとエンジョイ勢でいこうかなとは思ってるので、まあ、自分の欲に任せてね引いていきたいなと思っています。さあ5人目、シリ選手、嬉しいですね。全然まだグレード3来てくれるだけでもまだ嬉しい段階にあります。さあでまあ大谷選手一応ねやたら配布されてるので、まあ30連目かかるかもしれないんですが、極みは確定なんでね
まあ引いてもいいかなってことで引いてます。さあグレード3ですね。ということで20連目いきましょう。さあ20連目引いていきましょう。お願いいたします。まあみんなねバッターの方引いたんじゃないかな、まあ、ピッチャー意外とね希少性高いんじゃないかなと思ってるので、さあまあできればねちょっと30連書きたくないんで20連目で出てほしいとこではあります。あとメジャースピちょっとねガチャ演出がまだね渋い方だとは思うので、まあそろそろというかまあしばらくかかるとは思うんですけどね、もうちょい豪華な演出にしてほしいなと思っています。さあグレード3結構出てくれてありがたいですね。さあまあただ確定外からグレード4は出ず、まあ10人目、まあ大谷選手確定ですがグレード4は来ませんということで30連目いきましょう。さあラスト30連目引いていきましょう。グレード4ピックアップ選手1人確定になります。まあ皆さんねメジャースピー、まあこの動画見てるってことはメジャースピーやってる方とか、まあ興味本位でプロスピーしかやってないけど見てるって方もいるとは思うんですが、まあ今のところどんな感じかとか、まあ改善してほしいとこだったりね、よければコメント欄の方で教えてください。さあ10人目大谷選手確定なんですが、まあそこまでにちょっとねグレード3でもいいんでいい選手1人でも多く来てほしいが、うーんなかなか来ませんね。ということでまあ無事にグレード4大谷選手いらっしゃいませということでね、お結構演出がやっぱグレード4演出がすごいですね。ということで、まあ、ガチャの結果こんな感じになります。勝負のガチャは以上になります。そしてリリースから2週間が経ち現時点での自分のオーダーがこちらになります。グレード4は8選手となっており、先週紹介時にいたボガース選手、ラックス選手、ドノバン選手、カービー選手に加えて新たにログインボーナスのグレード4契約書でパーカー選手、ホームランコンテストの累計でニューマン選手、本日の無料ガチャ大谷選手のガチャからオルティーズ選手、大谷選手を手に入れている状況です。まあ、ニューマン選手はね、グレード3のランダム契約書から出たため、まあ、極みを優先してねホームランコンテストで獲得した形になります。そしてね現在の自分のシーズン状況はちょうどキリいいところになってるんですけど、最高難易度オールスターまで完了しワールドシリーズの制覇は4回ねしている状況になります。まあ、皆さんもねよければ今のところの状況をコメント欄で教えてください。1月のオートリーグリリースへ向けて仕上げていく予定です。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日はプロスピの更新の前日ということで更新予想選手評価の動画を上げる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。